ルパン三世愛のテーマ、まあ、特に新しいことはないんですけども、泥棒っていうのはもう古いっていうかですね、うん、泥棒なんていらないんですよね。いらないんですよ、うん、お金は数字なんですよね。だから泥棒しなくていいんですよ、うん、コンピューターに入って自分の持ってるお金の最後の桁に好きな数字をドゥルル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 ルってね足せばいいんですよね、うん、それで泥棒しなくていいんですよ。逆にそれができたら人に与えまくればいいんですよね、うん、ということで何か伝わったでしょうか。でそれをじゃあどうやればいいのかっていうのはですね、もう分かってる人いると思うんですよ、うん、だってただのコンピューターだもん、うん、ただのコンピューターですよね。だからコンピューターが詳しい人いっぱいいるじゃないですか。コンピューターね、うん、コンピューターですよね。それこそなんだろうな、スーパーコンピューターっていうのもあるし、うん、だからスーパーコンピューターの中に入ることもできるわけですよ。できるわけですよ、人間が作ってんですから、うん、これぐらいでどうですか。だから泥棒しなくていいんですよ、うん、それで、ビル・ゲイツよりお金持ちに一瞬でなるんですよ。なるんですよ、ただの数字なんだから、うん、何でも楽天ポイントでもいいんですよ楽天ポイントでも何でもいいんですよ、いいんですよね、はい。そうしたらですね、私にもちょっという現金でいただけたら嬉しいですよね、うんうん、だからできると思う。できる人いるんじゃないですかね。いると思うな。だって80億人いるんですよ。このですね、私が考えることなんて誰でも考えてますからね、うん、誰でも考えてるからできるんですよ、うん、できるんですよ。そしてそれをどうやったらわからないようにするかっていうのも分かってる人いると思うんですよ、うん、人で言えばですね、うん、だから宝石もいらないし、うん、何もいらないんですよ。数字なんですよ、うん、富は数字なんでございますね、ということでルパン三世愛のテーマ、はい、これがポイントでしょ。これに対してこれですよ。間違ってないですよね。さっきのとこ、ちょっともう一回さっきのとこからやる。トゥルルルルル、これもまあいい。ルルルルル
ルルルということで、あとはですね、好きな編曲で弾いてくださいということでございましてね、これはウッドベースがいいですよね。やっぱね、ウッドベースですよ、うん、あ、エレクトリックベースでもいいんですけどね、うん、ということでいい曲ですね。はい、ぜひ、はい、弾いてみてくださいますね。これだけですからね、これだけでございます。これだけです。こうやってね、こう押さえればいいだけですから、ピアノはですね、すぐもう今日今すぐできますのでね。はいはい、ということで、うん、私嘘ついてないですよね。嘘ついてないですよね。これだけですよ、これはね。これ難しいですか、これ。難しくないですよ。はい、どうもすいません、すいません、どうもすいません、本当いつもすいません、失礼します。